オーディション番組、ガールズプラネット999、少女祭典に参加して、大きな注目を集めた、ソロアーティストで、モアの、専属モデルを務める川口ゆりなが、10月8日に、千葉、幕張メッセで開催された日本最大級の、ファッション&音楽イベント、楽天ガールシワード2022オータム、ウィンターに出演。所属事務所の先輩である藤田ニコルがディレクションする、アパレルブランド、カナムール、カルナムールなど、2つのステージに登場した。カナムールのショーでは、さりげないラメが、印象的な黒のツイードワンピースを身にまとい、猫のぬいぐるみを抱えて歩くという、可愛らしいコーデで魅了した川口。同ステージ直後に行ったインタビューでは、秋冬に挑戦してみたいファッションやモデルとして、成長を感じる部分について、アーティスト活動での夢などを語ってもらった。歩けて嬉しかったです。最初のランウェイを終えた感想から教えてください。事務所の先輩であるニコルちゃんが手掛けるブランド、カナムールのステージだったんですけど、ずっと歩きたいと思っていたステージなので、歩けて嬉しかったです。可愛いテイストの衣装で、猫ちゃん、ぬいぐるみと一緒に歩いたんですけど、ちょっぴり、大人可愛い雰囲気になってよかったと思います。猫ちゃんはご自身のアイデアですか？違います、かっこ笑い。組み合わせはスタッフさんに用意していただきました。出番前、ニコル先輩に、どういう風に猫ちゃんと歩いたらいいかを聞いたら、さりげなくというアドバイスをいただいたので、さりげなく猫ちゃんを抱えて歩きました。ファッションの一部として見せるのか、顔の横に持ってきてポージングするのが正解なのか、迷っていたので、聞いてよかったなと思いました。幕張メッセのステージは、かなり広いですが、歩いてみてどうでしたか？本当に広いですよね。ガールシワードに出演するのは2回目で、1回目はアーティストステージも含めて出させていただいたんですけど、前回よりはリラックスして歩けたかなと思います。ランウェイを歩くときはやはり緊張するものですか？いざステージに立って歩いてしまえば、そんなに緊張しないんですけど、合図を出される直前は、来るぞ、来るぞ、感がありますね、かっこ笑い。ワクワクとドキドキが一緒に来る感じです。高橋ひかるさんも、TGC の時に、出番直前にも、川口ゆりなちゃんと話してたとおっしゃっていましたが、割と本番ギリギリまで話しているんですか？